張れ。パンダって可愛いよね。ちょっと揺らさないでウサコッツ。何書いてるの？これは本部に提出するピーちゃん大事な書類なんだから。ねえレッド摩擦。ああもうわかったわかった。その代わりレッドさんが切れたらすぐ逃げるんだよ。はーい。うんせうんせうんせ、今日こそレッドをぶっ殺すよ。ああ、どうしたのウサちゃん。うん、お、アリソルじゃん。いじめっ子のチンくんたちだ。チンくん学校じゃないの。今日は祝日だろバーカ。僕のポシェット返してよ。中には大切なものが。アニマルソルジャーたちはもともと子供を人質に取るために開発されたゆえ、子供を傷つけられないプログラムが施されているのだ。お前ら何弱い者いじめしてんだ。あ、レッド行こうぜ。大丈夫かおめえら。うん、ありがとうレッド。ほらウサちゃんもお礼言わないと。うん、ありがとう。そしてレッド、お前何してんだ。助けてやったのに。弱い者いじめやめてよレッド。ぬいぐるみ型怪人の軍団アニマルソルジャー、その愛らしい姿とは裏腹にやっちまう気だけはプロシャイムナンバーワンなのだ。ウサちゃん元気ないね。もしかして糖尿。違うけど。じゃあこれから会いに行く怪人に関係あるの？うん、誰なのアニマルソルジャーに入りたい怪人って。ムキエビ先輩なの？ウサちゃん。うん、僕たちアニマルソルジャーだよ。ムキエビ先輩アニマルじゃないよ。うん、エビだよエビ。そのエビのカテゴリーの中でも食材だよ。主婦の腕の見せ所だよ。約82キロカロリーだよ。僕も一度断ったんだけど、話しただけでも聞けって。しょうがないから入ろうか。わあスイーツだ。たくさんある。おう遠慮しないでどんどん食ってくれウサネコピーちゃん。なんだおめえ新規生かわしやがって。おいしそう。これ食べる代わりにアニマルソルジャーに入れろって言うんじゃん。あピーちゃん大丈夫だってウサ。お前たちは食べろよ。そのデザートはガメスのおごりだからよ。バカ冗談だよ冗談。俺がちゃんと払うからよ。マジでマジで。こんなにたくさんスイーツ食べれることってめったにないし、僕糖尿だいぶ良くなったから。ガメスのおごりなら食べてもいいよね。食べていいガメス。おう食ってくれ食ってくれ。どうぞ兄さんたち。いただきますガメス。いやね、エビの俺がアニマルソルジャーに入るのはおかしいっていうお前たちの言い分はわかるよ。マジでマジで。エビでしかも下ごしらえされてるしね。でもさ、それって短絡的なイメージで判断してると思うんだよな俺は。聞いてんのか。あ、はい。なんだお前ら、知ってるだろ先輩が話してたのに。ごめんなさい。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃって。兄ちゃんは真剣に聞いてんだろ。え、スリープモードになってる。ずりーよ。聞いてくれよ。だからさ、多角的なイメージで攻めていってほしいわけ俺は。正解言っちゃうとさ、鳥だってアニマルって言わねえだろ普通。エビより鳥の方がまだアニマルっぽいってだけだろ。ものすごく曖昧な線引きじゃねえそれって。でもピー兄さんはウサ兄さんたちと同じぬいぐるみ型怪人ですよ。そうそこよく気がついたガメス。つまりさ、アニマルで考えるよりそっちの方で考えてほしいわけ。ぬいぐるみの方で俺は。あ、でもムキエビ先輩ぬいぐるみ型じゃないじゃないですか。そう俺はムキエビ。つ
り死んだエビだ。自分で言うな。つまり命のないものだよな、そもそもは。じゃあぬいぐるみは？え、ぬいぐるみは命がある？ない。え、あ、な、ない。そう、それつまりサウサー、少なくとも他の怪人より俺たちはモチーフ的に近いってレオナビーチャイネーシー。どの辺から聞いてなかったな。あ、もう一回話すから。ごめんなさい。お話が難しすぎてつい。今日はもう勘弁してくださいよ。兄さん方眠くて話どころじゃないんですよ。ほんと呆れるわ、お前らには。ガメスが出たったらやっぱり払わないっていうから俺が出さなきゃいけねえし。え、ちょ、来たの。俺にアニマルソルジャーに入ってほしいのか欲しくないのか次はだからよく帰るな。帰っちゃった。ムキエビ先輩すぐ怒るから嫌い僕。でもどうしよう。バンプ様に相談してみる？そうだね。13,825円になります。ごちそうさま、ガメス。ええ。要するにあれですよ。戦隊ものって途中からちょっと毛色の違う仲間が加入するのが定石じゃないですか。あれ的なものとして俺をアニソルに迎え入れてほしいと思ってるんですよ。いや、ムキエビさん、私戦隊ものとかよくわからないんですけど。ムキエビさん？ああ、ムキエビ先輩はバンプ様が配属される前から川崎支部にいるんだよ。地位はバンプ様のが上だけど、ムキエビ先輩の方が勤めて長いからややこしいんだよ。初めて知った僕。ところでなんでそんなにアニマルソルジャーに入りたいんですか？正直言いますよ、モテたいんです。言った。だってツノンガや戦闘員でさえ彼女いるんですよ。可愛さが売りのアニソルを利用すればきっとモテると思うんですよ。僕たち可愛くなんかないわ。そんな理由ですか？いや、ぶっちゃけきっかけさえあれば俺もグワッといくと思うんすよね。いや、マジで、え、マジでね。ペダリオ、おい、すごいよ、マジ面白いから、ダッシュな。変態戦士3レッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。